はい、これはアーティストたちが作品を出し合いまして500円で1個500円で売ってワンコインチャリティのブースです。これは T シャツ、そして、サウンドガラスの作家さんが作ったグラス、それから、こういった方々が協力してくださっています。じゃあ作品お願いします。はい、これは音楽の教科書のための絵です。これはその教科書の中の、雲の演奏会。これは教科書の絵の6年生の部の、パラダイス的な絵です。これは、30人の子供をのために私の養護施設を立ち上げた私の友達のために描きましたいです。そしてこれは、印象的な日だったんですけれども、3人の子どもたちが虐待によって亡くなった日に思いついて、その子どもの魂を慰めるために描いた絵です。これは昔遊んだ進学校の庭のイメージです。その時に白昼夢を見たような記憶があります。これは子供時代過ごした田舎の夏休みの絵です。これは魔法使いの絵本のエンディングシーンで、難しい注文を受けた魔法の玉が起こって爆発するというシーンです。これは夢の世界に出てきた階段と、階段でできている塔の家です。これは夏の空に浮かぶ雲を描きました。これは先ほどの絵本のエンディングのシーンです。これは絵本の表紙絵を大きくしたもの